キリ、この車に乗ったら最後だ。またこの町に戻ってこられる保証はねえぞ。もうやり残したことはねえな。あれば今のうちに済ませとけ。今のうちにできることはやっとけよ。もういいのか、キリ。この町でやり残したことはねえんだな。ああ、大丈夫だ。芝浦までやってくれ、錦。日協連は船をアジトにしてる。わかった。ちょっと無視かよ。ほら、なんだ、忘れちまったのか俺らのこと。あんまり偉そうに街歩いてっとまたボコボコにしまうぞ。俺らに会ったらちゃんと頭下げてけよ。ま、とりあえず挨拶代わりに財布置いてけや、兄ちゃん。なんだよ、ブルっちまって声も出ねえか。てめえ。すいません。チンピラ相手に何やってんだよ、真島ちゃん。お前に遊んでる暇なんかあったかよ。女は見つかったか。遊んどるわけやない。俺にはこれから行かなあかんとこがあるん。へえ、どこ行くんだ。堂島組。堂島組？おい、どういうことだ。女は堂島組にいるのか。牧村誠は堂島組の殺し屋に撃たれた。何？島野の親父に言うとけや。殻の一壺はもう誰のもんでもない。闇に葬られたんや。おい、どうなってんだ真島。はっきりしろ。女は死んでるか。手離せや。俺はもう誰の命令も聞かん。お前、あの子のことはもうほっといたれ。これ以上手出すんやったら島野の親父野郎が殺すで。
俺は。お前まさか堂島組に行くって。堂島をやる気か、たった一人で。女一人のために狂っちまったな、真島ちゃん。狂犬みてえな顔してるぜ。やっと檻から飛び出したな。誠から電話預かってきた。おせっかいな殺し屋じゃ。親父、世良の野郎はまだ船に戻ってません。どうします？構わねえ、始めろ。はい。奴ら堂島組だ。完全に日教連を皆殺しにする気だぜ。俺らだけでいけんのか。やっと来たか。渋沢、渋沢！お前らの相手はこっちだ、キリュウ。てめえら。日教連だ！こっちも始めようぜ、キリュウ。なんだ？こいつら。柏木さん、風間組か。桐生、錦山、お前らは船だ。渋沢を追え。
不当の連中は風間組が引き受けた。桐生行こうぜ。